だから現役の時に一番苦労したのは各体現だ。各体現だけはどうしようもなかった。分かってても。あのまっすぐとスライダーは一級品だった。でどっちか言えばこのスリークォーター気味から投げてくるピッチャーでね、スリークォーター気味から投げてくるピッチャーって一番頭に来る確率の高いピッチャーなんだ。抜けるピッチャー、引っ掛けるもあるんだけども、だからその抜けてくるんじゃないのかなっていうところに反応してしまうと、もう手も足も出なくなっちゃうからね。だから角田恵というピッチャーは面白いピッチャーで、主力だけには真剣に投げてくるピッチャー。3番、4番、5番。買い出しにはいい加減に投げてきて打たれるっていう、それで勝ち星が上がってこなかったっていう、そういうピッチャーだけども、あのクリーンアップのに対するピッチングをされたら、それは防御率って0点台、1点台が確実に出たと。それだけのピッチャー。だから、まっすぐに一番手こずるっていうのが、本来野球なんだけどね。当時対戦してセリーグのピッチャーで、あ、こいつ一番いいなと思ったピッチャー誰だったんですか？江川になるのかな。あ、江川さんですか。まっすぐとカーブだけでね、あのまっすぐは速かったよ。でもそんなに対戦はしてないはず。だから打ったっていう記憶もそんなにないしね。であと他に手強いなっていうのは広島のピッチャーかな。結構粒揃ってたからね、あの頃の広島っていうのは。特に広島のピッチャーの中で一番厄介だなって方って誰だったんですか？あの時代が前後するかも分かんないけど川口だな。あれ玉のピッチャーでね、思ったところにボールが来ないって。だいたい投球ってパターンがあってね、こういうカウントはこういう攻め方してくる、このバッターにはこういう攻め方してくるっていうあるパターンを持ってんだけども、それがまるっきり当てはまらないピッチャー。それは達川さんのリードではなくて川口さんの球が。ああ、だから達川はそこにリードしてんだろうけども、そこに来ないっていう、そういう荒れ玉のピッチャー。対戦してすごいと思った投手3人ちょっと教えていただきたいんですけど。山田さん、各体現、あと誰だ、あと誰だろう。浮かばないというのは多分お二人なんですかね。ああ、だと思うよ。やっぱり秋田の大先輩山田さんは本当にやっぱりすごい投手でした。ああ、すごかった。でも俺がやってたのはあの人のもう晩年に近い時、前世の時じゃないだけにね、もうそれでもすごかった。でもあのね、200勝された試合で監督ひどいことに3本もホームランを打たれたんですけど、ね、ええ、負け投手のような表情で無然としてましたよ。いや、あれだってキャッチャーの中澤さんがね、落ちうまい秋田だよなって言われ、そうですって、いやもうここで2本打ったんだから3本目はもういいだろうって、要するに三振してくれってことだよな。あ、いいですよって、その代わり変なボール投げないでくださいよって言ったら、おお分かったって、初球かなんかにカーブを放ってしたんだ。それを何の気なしに反応して打ったらライトにホームランになっちゃったっていうね。だから話はできてたんだよ。まあこれは八百長でも何でもない当事者同士の話だけどね。で後日山田さんに会ってその話をしたら、中澤っていう疑り深いからなっていう話をされて、まさか投げてきたことないカーブなんか初球に投げてくると思ってないもん、こっちだって。だからホームベースを踏む時、なんであなたも投げたんだよっつって、まさかそこでカーブ来ると思ってなかったな。まあそれで反応しちゃうっていうのはね、だからバッティングの基礎っていうのはそこじゃないのかな。あ、やっぱり反応しちゃうんですか。うん、これはうまく打ちましたねとかって言うけども、
そのボールに素直に反応してるかどうかっていうところが一番大事なんじゃないのかな。大谷選手を見られて去年と何が違いますか。大した違いってのはないと思う。ただピッチャーとしてね、この前のような12奪三振取るような投球もあれば5、6点取られるっていうケースもあるだろうしね。だどっちか言えばバッターよりもピッチャーの方が心配だな。何勝するのかなっていう。当然2桁以上は勝ってもらわなきゃいけないっていうピッチャーなんだろうし、でローテーション的に中6日じゃなくてちょっと開けてるっていうのもあるだろうしね。ただあのスライダーの曲がりはすごかったね。あんだけ曲がるっていうのは普通のスライダーではないんだろうなと思う。届かないですよね。うん。対戦したかったなと思われますか。思わない。どうやって打つんだこのスライダーはと思っちゃう。いやスライダーは待たないけどね、はい、まっすぐしか待たないけども、日本の野球界もスピードアップしてきてね、160キロ投げるピッチャーも出てくれば、まあ、平均で140出さないと抑えるのは大変だっていうようなそういう世界になってきてるだけにね。だからってあのスピード感をまともに信用してるわけじゃないよ。スピード感ゼロからやるところもあれば何キロ増しからやるっていうところもあるだろうし、だからそれはお客さんが何キロ出たって一喜一憂してるだけであって、実際のピッチャーこんだけ出てるのかなっていうのは、だからチラチラ見るピッチャーっているじゃない、はい、俺何キロ出てるのかなって、はい、それで安心感を買って投げてるピッチャーっていうのも多数いるだけにね。いや鼻からそれは信用してないっていうピッチャーもいるだろうし、だからお客さんのためのスピードガン、で160キロ上がってわーって湧くわけだから、130キロで湧くわけないでしょ。だからよりスピードを求めて野球をやってるっていう、スピードさえあればなんかを抑えられるっていうふうなピッチャー錯覚してるっていうところもあるだろうしね。だからスピードとコントロールが兼ね備えば鬼に金棒だよ。だから求めるんだったら両方だと。でも行く限界っていうのはあるからね。どんだけ鍛えても160キロ出ないピッチャーもいるし、鍛えれば鍛えるほどスピードの伸ばしていくっていうピッチャーもいるだろうしね。だから大谷はあと何年か見て、それでどういう評価を受けるかっていうことじゃないのかな。この当時の9番のエースのビネン投手なんですけども、球もやっぱり速かったんですか。速い速い、あんな速いボール見たことなかった。それはオランダでは出てなかった、当たってなかった。いや、オランダではやったかどうかはそこの記憶は曖昧だ。でも思い入れが違う。それまで国内で見た球とは全くもう異質のもんだ。今では優に160キロは超えてたんじゃないのかなっていう。そうなんです。ああ、で長いことキューバのエースだったはずだよ、ビネンは。